大スヨーバーだ。俺ワンチャン座れないかもしれない。どうする、そしたら剣する。お願いします。はい、もう台ないじゃん。まあ空き台1台はあるでしょう。失礼します。おはようございます、よろしくお願いします。空き台を探しましょう。お、空き台あるよ、お吉宗にする、銭形にする。いや銭形、いや弦もあるな。弦、え選べる。選べるぞ。ゴブリンスレイヤー、えあ、リノヘイムダメ、リノヘイムダメです。はいね、ちょっとやっぱ吉宗でね、あの気持ちよくなんないとね。一旦気持ちよくなろうぜこいつで。知らねえけど。おはようございます、いだらくチャンネルがいまんでございます。ということで本日はやってまいりました、2連戦になります。埼玉県にございますスマートガーデン浦和88、はい、ということでね、最近よくお邪魔させていただいているお店でございまして、バルブレイブが非常に大量にある、88台にもかかわらず30台ぐらいあるというお店でございまして、抽選ね、だいたい2分1引けりゃバルブレイブに座れるってお店なんですが、今日はですね3月3日非常に並びが多くてですね、120名のほどの方がいらっしゃいまして、88台のお店ですよ。120名ほどの方にいらっしゃっていただきまして、まあ台数オーバーで、私抽選番号109番、はい、でもまあ、やっぱ台数が88台ということもあり、多分抽選負けた方がちょっと抜けられたという状況もありつつだったんで、若干ね、あの台選ぶぐらい、まあ、バラエティ的なところが結構空いてたんで、そこでチョイスさせていただいたのは吉宗、はい、まあなんか前回抽選負けてこのお店で弦行ったんすよ。なんだっけ、ちょっと弦は違えかなと思って、でもゴブリンはもっと違えかなっていうので、まあ吉宗選ばせていただきまして、はい、まあまあこのお店ね、毎回行ってますけど、結構バルブレイブ早めに開くお店なんですよね。なんでまあ今日かなり稼働つくんで、まあ正直今日はどうか分かんないですけど、まあ、いつもだったら昼過ぎとか夕方ぐらいにはクソ良さそうな台でも結構開いたりするんで、まあそういうのもうまいこと狙いつつ、まあとりあえず吉村出せれば別に問題ないんで、はい、頑張っていこうかなというふうに思います。ということで秋待ち頑張っていきたいと思います。本日も一日よろしくお願いします。やっていきましょう。わけわからない台たちは空いてましたんで、はい、やっていきたいと思います。今日は吉宗さんでやっていきましょう。まあでもこのお店の場合は本当に特徴として、結構昼過ぎぐらいに、まあ今日はねあまりにもカードが多いからわかんないですけど、昼過ぎぐらいにあのバレブレイブが結構空きがちのお店ではあるんですよね。まあミミズしかり、激へこみ台しかり、ただバレブレイブの激へこみ台って正直全然あるんで、全然あるんで、そういう台を狙っていきたいと思います今日は。だからそれまでのつなぎで吉宗さん AT2 回ぐらい取れたらいいですね。すいません、皆さん気づかなかったと思うんですけど、今ね第3停止のタイミングでここから風出ました。つまり当たりました。何で当たったかちょっと分かんないですけど、これ何で当たったんだろう。直前には弱チャリしかいてないよね。え、弱冷悪で当たった。しかも風吹いた時って大体ね AT なんですよね。はい、当たりました、216ゲームで、おそらくだけど多分 AT。 投資が7000円ですね。青7ハテナみたいな感じでボタンを押してどっちかみたいな感じの演出が入るか、そのまま青7が全部揃ってるみたいなパターンもあったりします。で、それ以外には姫が直接揃うっていうパターンもあったりするんですけど、はい、ああダメなんだ。ただここでまたニュルってなるパターンもあるんで、はい、ああ AT 確定じゃないんだね。ああそうなんだ。今んところ俺の実戦上は風吹いたら AT だったんで、はい、ボラン角なんですね、はい、残念ながらフリーズはしなかったんで、ここから高確率に入って、その高確率の後に AT に当たるかどうかっていうジャッジが入ります。まあ大体当たんないんでこれは。ここもだから当たったら設定差あるんだろうね、うん、おそらくジャックチェリーしか引いてないんで、設定1 0.9% で設定2、設定6が 2.0% だと思いますけれども、ちょっと高設定の香りしちゃってるこれ。まさかの勝てない、はい、悪いねこれ。ちょっとでも勝ってなさ
勝ってなさそうな気がするけどな。3ゲーム目、おお、いった。217ゲームトータルで535ゲームですね。さあ3度目の正直1対1だからね。いや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 、お、外れた。さすがにね、さすがにでしたわ。よし、 AT 確定。はい、ということで単発でございました。はい、これ多分終了画面デフォルトですかね。やり直し、2枚なくなりました。悲しみの3枚目、4枚目。これはチャンス目からですね。おーおーおーおお、最終決戦入った。なんかすごそうだね。おお、なんかすごいじゃん。こんなんの、なんなのこれ。こんなに偉いエースなことある。あ、待つ。いやいやリーチ目、だからリーチ目のだった、そもそもこの。いやいやいや、もうすごい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 。まあどう考えても AT です。これで AT じゃなかったら笑っちゃうね、本当にね。363ゲームですね。ボタンなんていらないよ。それは AT だわ。はい、ちなみに青7の時も赤揃います、同じビッグなんで。ただ赤を狙いだった場合、振る舞いからスタートするっていうのがあるんですけど。さあ頑張ろう。3万3000円も入れた。いやー、行っちゃってんね。もうちょっとライトに遊びたかったのになこいつだよ。ダメか。デフォルトで1回当てないと次いけないからね。カットインすらこねそう。あーお、いや、危ねえ危ねえ。 80% だからね。すげえ風出た。さあ次は何にしましょうかね。 G いきますか。 G。 G らしさ出たね今完全に。G はマジでビビるから、心臓弱い方はね、G は選んじゃダメっすよ。なんか G の時マジで1ゲーム目が強い気がするんだよな。機能性なんだけど。じゃあ3人目姫行きましょうかね。最高だね。姫はシンプルにリプレイが揃ったらまあチャンスなんですよね。リプレイで抽選してるんで、逆にリプレイが引けないで終わったらめちゃめちゃ薄いっす。これね、あー1回だけだ、めちゃめちゃ怪しい。あ、おー、え、なにこれ、超大盤振る舞い、超見たいけど、普通に当たるだけ。超見たいけど。じゃあ、あのリプレイが正解だったということですね。素晴らしいですね。おー、マジ？まだ折ってはいる。おー、いった、来た。
ここで線まで来てえな。キング、よし、これで連撃ですね。馬はゲーム数を使わずにポイントを稼げる。うめえ、線いける。よし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 、これで次継続できれば振る舞い。オッケー。さあこれで、全部赤になって今回が強くなる。レア役を引きました全部赤のタイミングで100か。いやー、いいでしょいいでしょ、とりあえず1個溜まったんで、あでも次継続させるだけ。まあ、最悪継続しなくてもこいつが保証になってくれるんで、継続以上確定ってことですね、この状態であれば。さあでもここはね、振る舞いライジングに入れなきゃいけないから絶対に通さなきゃいけない戦い。さあどうですか、一発で、いやー、俺はマイジャグが好きなんですよね。マイジャグでいきましょう。ああさっきペカ、さっきペカしたね、楽しいでしょはい、これでもう継続確定です。なんであの振る舞いライジング確定なんで、大体そのリプレイが揃ったタイミングのアトペカが一般的なんだけど、さっきペカ俺初めてかもしれないですね。さあ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 、大事な大事な振る舞いライジングがやってまいります。全部ナビを引く。はい、振る舞いライジングが入ってるんで姫を狙いになりましたね。いやーいいですね。あ、これがあの振る舞いライジング確定の背景ですね。さあ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 、楽しい時間がやってまいりましたよ。3ゲームあります。3ゲーム中に全てナビを引けばいい。強烈役だったら711枚になります。いくぜ、ナビ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 、ベルを引き合い、よし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 、231枚、いいよいいよ。はい、ナビの押し順がそのまま数字になってますね。あー、やった。これなんで3ゲーム全部ナビにしなきゃいけないかっていうと、3ゲーム全ナビだと最後超に行く可能性があるんですよ。でナビが終わ切れるまでずっと出続けるっていうのがあるんで、どうしても3ゲームとも取りたかったんですけど、しょうがないね。レア役、あー下手くそー、200枚しか取れませんでしたと。まあ次頑張りましょう。めちゃめちゃ下手だったね、3分の1で。あ、なんか曲流れてるの、曲流れてるか、これあれだ、継続だ。あの多分あれ黄色のやつがフルマイナージング確定じゃなくてダブル揃いだったのかもしれない、もしかしたら。連続フルマイ、ないね。俺の音じゃないよね今ね。ああ、で俺の音だった全然どっかからすげえ音だったなと思ったねチーチー先にちょっと白く光ったでしょこれが G なんよ、シングル。あー、やってしまった。
1203枚終わりなんすよこれで終わりなんすよ。ちょっと店内でも眺めるか一旦。はい、ということで、2代目、やっていきたいと思いますけれども、バレブレイブが作戦通り開けました。はい、飯食ってる間に、ね、バルブレイブ開かないかなと思ってうろうろしてたんですけど、とりあえず今のところ3万3000円投資の1241枚回収です。バルブレイブやっていきたいと思います。この台ね、朝一7連してミミズではないだろうなっていう感じなんですけど、まあ、もう4万ぐらい入ってて、心が折れたということだったので、はい、まあ、正直何も見えてはいないんですけど、まあ、でもミミズじゃないっていうだけで別にいくら投資せようが、そういうんじゃないんで、バレブレイブはなんで私が救ってあげようということでございます。まあでも気持ちわかるけど ね、ねせっかく朝一スーパーぶち込ん でそこから全飲まれしてで、そのまま追加投資追加投資追加投資で5万ぐらいいってんのかな、で最大の出玉から考えるとね、2500枚ストレートでやられてるんでいやマジでストレートでいや、やめるとしたらもうこのタイミングだもんね。500超えるとまたねボナテンまで奪わなきゃっていう気持ちになってくるし、まあでも正直抽選負けた1台目がは吉宗で3万3000円で1241枚回収できたっていうのはめちゃめちゃ優秀っすね。ほぼプラマイなんで、しかも俺らは飯送ってきてお腹もいっぱい心も満たされて前任者の方は心が折れていらっしゃいますけれども、まあ私は今も心が満たされておりますんで、ちょっと代わりにやっぱ救ってあげなきゃいけないですよね。2代目の部、いやこれでさ吉宗でメタメタにやられてたからとかじゃないからね普通に吉宗もやれた上にここでもやれちゃうっていう。ということで300ゾーンライト、投資、100枚2本、あーおいよっしゃもうピクッてピクッてしちゃった押した瞬間にあー決戦、オッケーオッケーオッケー、ここで俺が決戦から出し取って万枚出しちゃいますわ一撃で。はい、うまい、よしノーミスプロがおったはい、ということで、100枚でラッシュに入りました。うますぎ、これでスーパー取れたらもうバリクソやべえ。よしなんでやねん、なんでやねん、V1 個、来たー、39、早い、よし、で39、早めに引けたんでこれうまいのが20なんですよね。20ゲームでできちゃうんですよね。ちょっと得するぜこれ。ナイス、天才かこれが天才か。吉宗で温めた回あったね。これドライブ飛ぶかもしれないからね。あ、OKOKOK。 こんな簡単にスーパーに行くモグラなんてねえから。1の1でさスーパーに行くわけないのにモグラが。やべ、これ始まっちゃうな。もうめちゃめちゃ噛み合ってるわ俺こいつと。しょうがない。
保証で終わるのだけは嫌だ。もう俺もだって前回の収録で2連続で保証で終わってんだから。よし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 、振動です。飛ばない。この S 一番好きなんだよね。めちゃめちゃ気持ちよいよね。飛ばない。俺が吉村で頑張った分のメダルもう出たんだけど。よし、ナイスチェリー。飛ばない。まずいやん、まずいやん。継続しない。12。マジか、全然やりきれんかった。おー、マジか。はいや、そして俺66で一番力入れるんだけど、それ以外気抜くからさちょっと早いと驚いちゃう57ゲーム。オカドラない。やったー、よし、ピンポーン。これまたプンっていう気がするんだけど、気にしねえか。よし、来たー。さあ来い。あ、50。あ、50。よし、連続。おい、マジ連ドラ来た、連ドラ来たぞ。100、あー、50。いや、いいですよ、いいですよ、とてもいいですよ。いや、来た、ドライブだ。はあ、これプンってなっちゃう。3連続ドライブだよこれ。あのドライブっていう文字をね取りたいのよ。完璧よし、さあ連役、さあ連役。ない、でも割れるかもしんねえから。来ない。いやー、素晴らしい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 、マジで3連続ドライブだぞ。夢しかねえわ。まああとはね、ドライブ連の日本記録14連を持っていらっしゃる立花里乃さんを抜きたいんで、はい、今あの3連じゃないですか。まだまだ始まったばっかりなんで、あと10連させていただいて日本記録を更新したいと思います。マジ？うわぁ、継続しますか、継続しますか。出ない。いやぁ、19年で終わったらさ、20も見れねえじゃん。さあラスト、戻ってこい。たまんなすぎるだろそれは。マジすげえな。これドライブ飛んだら4連です。
さすがにさすがにそんな簡単じゃない。マジ3回目だぞ気持ち。いやたまらんのたまらんのマジで。もうリプレイ転廃したらチャンス目揃ってほしいよ。あれ指導ない。よし、オッケー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 、頑張れ頑張れよ。継続しません。23、もう一回引き戻さなきゃいけないの。無理じゃないさすがに。ここでか。まあ一応まさかとは思いますが、この一応この、あ、ちょっとおっしゃった。この V が白い時って第一ステージでプンってなることがあるんですけど、もうしなかったですね。しかも押し順ミスりました。これプンすんのかな。普通に終わるよね。すいません、わけわかんなくなっちゃった今の。まあ結局、まあ正直ここは引き戻しさすがに無理だと思ってたんで、まあいいでしょう。ここを指さそうと思ったらプタンつって仲押ししちゃった。はい、ということで残念ながら23連で3回、まあ前任者の数字入れたら24分の3ですね。まあちょっとだいぶ足りないですけど、でも全然上振れ下振れあり得る範疇だと思いますんで、まだ全然打てます。3回も取れれば。うわ、これあれだ、あの3倍中の京都でボナー当たったわ、珍しい。次回革命ボーナス、革命ボーナス、革命まで決まるんだね。これすごいね。いやめちゃめちゃ珍しいです。ということで革命ボーナスってことですよね。はい、次回革命ボーナスなんで。はい、ということでこれでラッシュ取ってスーパー入れたらもう絶対に有力感が切れるということになりますね。あとは何必要なんだよこれ。あっちゃー、やばやば、今日すごマリエ確定でございます。はい、最終ゲーム、最終ゲームレイアークでマリエ確定でございます。何引いたんでしょうね。チャンス目だ。うますぎる、うますぎるわ。え、今日マジですげえわ。今日コンプリートできんじゃねえマジで。それぐらい引き強いんだけど。アクセル中ボーナスで革命入れて、革命最終ゲームにレイアク入れて、そのままスッてスーパー行ったらもう天才としか言えないよね正直。よし、耐えない耐えない。はあ、万が一が、万が一があるかもしれないけど、ない。はい、そんな簡単じゃないっす、バルブレイブっていう台は。まあ引けてさせなかったんならしょうがないですね。残念した、残念。裏 V、 あーダメ、裏 V ゾロいなかったですね。残念。あ、飛ばしちゃった。
まあどうせ単発で出るだけだからね。ね。いや本当は真ん中引けるなっていうタイミングでレバーするだけだから。大丈夫ないの？ここ大丈夫ないんだ。ミミズ的な何かになってしまったのかな。じゃあ俺ちょっと引き戻しとくからさ、なんか飲み物買ってきてくんね。うっと来たー。本当に引き戻すな。引き戻しときます言うてね、ちゃんと引き戻せましたわ。はい、山頂ゲーム。しかも今回っていうか今日なんかすごいあれだな、66かからずに引き戻すこと多いな。さあここで終われねえぞ、せっかく引き戻したんだから。ポンポンといっちゃう、ポンポンと。ここがスーパーに行くタイミングですね。どうして？嘘だー。いやーマジで嘘だよ。引き戻し単発。私が礼儀を教えてあげますわ。よーマジ。もう一回来た。二連続引き戻して、どんだけよ。今回は66ゲームでした。はい、これで1回普通に継続してくれるだけでスーパーなんだから。引き戻し2回やってこれでね、ダメってことはないでしょさすがに。マジで頼む、レイヤーでもいいんだよ。よっやっといった。いやーしんどかったね。引き戻し引き戻し普通に継続。頑張った。俺が頑張ったのかな、なんかもう分かんないけど。あーでもよかった本当に。よーし、あとは伸ばすだけ。これで有力感切ろう、マジで一生有力感切れねえからこのままじゃ。サクッとドライブきたー、マジか。100、あー惜しい。焼けパチモード、もうドライブしか飛んでこない。惜しい惜しい、いろいろ。うわ京都だしー。ってことは V1 個もらったね。これで今のタイトル画面のところで引いた V は子役とか引いたらそれで乗るんだけど、普通にそのまま演出として出てくるパターンもある。騙されるよねこれ。V 引いた後に即弱チェとか引いて、え弱チェで乗ったってなるんだけど、そういうわけではないっていう。まさか2個目ない。これで有力感切れてもいいよな。3300チャンス。いや惜しいね本当に。ドライブさえ飛んでれば割れてんのに。とりあえず銃を見たいね。あドラムくん100、これレア役。いやどうしようかな、俺はレア役を引いた。チャンス目、あーリプレイ割れた。あー惜しい惜しい。いやでも2回目いいよ。おいもうこの時点でもうダメだ。キャラセーフパップないです。あーユリ切れてる、ここでユリ切れてるわ。せっかくチェリー引いたのに。いやこれちょっとあれだね、リフレッシュしないと頭の中を。すごい損した気持ちになるからねこれ。頑張ろう。よし
こらいい。いや、有利切れて1セット目のドライブ飛ばなきゃダメだよね、マジで。来た。今日2回目レインボー、たまんねえよな、やっぱたまんねえわ。めちゃくちゃ綺麗だよ、100万ドルの夜景より綺麗だから。50は超える、 OK。 あー、2冊でも来ない。楽しいね、やっぱりバレブレイは楽しいわ。これがあるからやめらんねんだよな、頭の中が沸騰しちゃうからね。おお、頑張れ。頑張らない、継続しますか。あんま見ないよね、継続しますか。14、足りない、足りないです。まあさすがにそんな甘くねえんだよな、甘くねえけど期待はしちゃうぜ、今日の感じだったら。カインドレッセル出たね。私の名はカインドレッセル。カインドレッセルプーン、ない。いやー、すげえ紐のしだったな。よし、店内状況見ましょう。はい、それでは店内状況を見ていきたいと思います。モンキー、あ、モンキー増大してんだね。3000枚とガルパン5200枚、いいですね。で、マクロス4900枚で、天然5300枚と5300枚と隣3000枚で、このギアスが4400枚。これ強くられてたわけですね、5300枚入れてる。最近導入されたんで。カラクリが、右角が2500枚で、真ん中が8000枚オーバーだね。で、左が6500枚、6600枚ぐらいか。カラクリはもうワンチャン全員あってもいいぐらい。バレブレイブ、おお、これまんま入れてんだ。いつの間に、結構ドライブ飛んでたもんね。で、この島めっちゃ良かったっすね。6000枚オーバー、5000枚オーバーで、4900枚。これが今日のナンバーワンかな。12,293枚。まあドライブもめちゃめちゃ飛んでたし、でも回数もめちゃめちゃ続いてるね。気づいたら、ただここ揉んじゃったので回数稼いだ感じだと思うんで、この状態ではめちゃめちゃドライブ飛んでたんで、多分これは当たりだと思います。はい、以上です。エンディングいきましょう。はい、それではお疲れ様でございました。ということで本日は埼玉県にございます、スマートガーデン浦和88やってまいりましたけれども、2連戦の1日目ということでね、気合い入れてきたわけでございますけれども、朝一抽選負けからの吉宗、なんかうまいことやれましたね。で、若干負けた状態でバレブレイブが来まして、で、そこから、かなり粘らせていただいたんですけども、まあ、ドライブが6回飛びまして、前2射は35分の6かな、なんで 20% 切ってるんですけど、飛び方的にこれちょっとあってもいいなと思って、粘らせていただきまして、まあ、体感というかポンポンって飛んでくれれば、まあ、正直俺は上はあるんじゃないかなというふうに思ってます。まあ、あとはいつもの傾向的なところで、今日日曜日なんですけど、まあ、過去の7日間の傾向から、まあ、ここは当たりだろうって、ほぼほぼ間違いなく当たりだろうっていう台に座れたんですよ。まあ、ただ一応だいぶプラったんでね。はい、3万3000円入れまして、吉宗で1241枚、その後2回ポチ入りました。はい、なんで2000円分のメダルを使いまして、バレブレイブの方で4111枚獲得というところで、合わせまして5252枚ということで、まあ、3万3000円で、5000枚オーバーなんで、まあ、十分今日はプラれたのかなと。はい、なんで、2連戦今日の状況をね、バッチリ私は拝見させていただきましたね、店内状況。まあ、明日さすがに今日よりも抽選少ないと思いますんで、抽選勝ってバチコリと決めてやっちゃおうかなと思います。ただ明日逆に三重へのね、移動があるんで、今日ほど時間がないんで、はい、まあ、そこら辺も留意しながら、せっかく2連戦なんで、2連戦らしく戦っていければなというふうに思いますんで、次の動画もぜひご覧いただければ幸いでございます。
はい、そんな感じで今回は以上でございますけれども、引き続きいただきチャンネルの収録スケジュール載せておきますので、ぜひ近くのお店ございましたら遊びに来ていただければ幸いでございます。そんな感じで今回は以上でございます。ご視聴いただきましてありがとうございました。チャンネル登録、高評価ぜひお願いします。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。